おい、なんだよ、なんだよ、なんだよ、この中に赤や卵がいる。なんで、なんで、なんで、なんで。この中にな、いるんだよ。何がだ、何がいるんだよ。赤卵が。なんだそれだよ。俺と、ありえねえよ。なんだよ、なんだ。赤卵がいることは重罪です、ここでは。白卵だろ。え、だ、同じパックでしょ。スーパーで売ってる安いやつよ。赤がいるわけがない、うん、なのに、赤がいる。ありえない。なんだってよ。おかしいだろ。この主人。何がしない。落ち着け。あ、やべ、カメラ目線だった。落ち着け。今からそいつを見つけ出して、うん、割ります。一人ずつ赤卵じゃないことを証明してみろ。いいだろう。しょうがねえな。いいだろう。山根からプレゼント。この純白の白い肌。山根が白いのこっから見えないんだよな、うん、見えない、わからん、前しか見えん。それで言うと俺も俺自身の顔ボディは見れてないよな、うん。じゃあどういうこと？どういう主張？どういう主張？ほいほい。私が白の理由か。僕の値段は161円。スーパーに陳列されてるファンキーモンキーだぜ。ファンキーモンキー。以上。次は私ですか。はい。潔白です。なんとかいいな。以上。何白だろう今のところは。以上。ごめんな。以上。以上。次は。うん。岡沢です。次は、うん、岡沢です。養鶏場で言ったんだ僕に、うん、お前白真っ白な卵だなって。へえ。俺は絶対に白い。なんでだよ、うん、なぜなら、うん、お皿からはみ出してるよ卵ちゃん。どういうことだってばよ。一番怪しい。違う、怪しい。一番怪しい。しらけさせるという意味では白だろう。うん、そういう意味では全員だろ。白身だけ。怪しいな。決めましょう。割る卵が決まりました。誰？多数決で決めます。オッケー、決まってねえし。決め方決まったねえし。山根が怪しいと思うやつ。違うよ。騒げ。騒げ。ホイホイだと思うやつ。騒げ。まあ意外と熱いこと言ってたしな。ああ、その通り。間違いだ。俺だと思うやつ。騒げ。やるよ。なんだお前は。なんだやつ。なんかリーダーを疑う？全く理由がなかっただろ。岡沢の気持ちは分かった。大ショックです。次は岡沢だ。岡沢だと思うやつ。騒げ。OK じゃない。待ってくれ待ってくれ。おいリーダーを浮かぶやつなんて信じられるわけがないな。まったくその通りだ。わっちまおうぜ。やってやる。待ってくれ待ってくれ。わーれわーれわーれ視界がくら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 かわいそうだったね。岡沢の殻。岡沢の殻。お前は今何色だ。白いんですけど。なんかのもう絶対に仇取ってやるぞお前ら。もう怪しいやつは俺の中でちょっと決まってる。誰だよ。誰だ。言ってみろ。おいおいだ。俺か。こんなに白なのに。その感情に関しては同感です。味方なんだよ。勝手にやる。いいな。多数決お願いします。待ってくれよ。やつの多数決が怪しいと思うやつ騒げ。叫んでたよね。やっぱりやっぱり。え、わっちばえ。違う。待って。割れてくれ。違う。わっちばえ。わっちばえ。待って。わっちばえ。赤じゃない。わっちばえ。あ、出た。お。あ、いてそう。かわいそうい。なー。一応見る、聞くか。殻は何色だ。僕の殻の色は
白だよ。なに、なに、バカ話しやがって。おいおいねえリーダー、なんだ、もう色なんてこだわらずに生きていかない。この企画そもそもどういうこと？理由。はい、ごめんな。お前俺殺すのかよ。今までありがとな。なんだよそのジョーク。割れろ、割れろ。わぁ、こんなこと許されるのかよ。おい、ちょっと待てよ。おい、おい、おい、おい。なんてな、しししし。本当はお前なんだろ。割れてください。わかりました。割れてください。すいません。フィジカルではしょうがないな。え、ちょっと待って。え、うわぁ、今つまめれて、つまめてる。俺は死んでくるよ。しししし。ああ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 。まだいる姫。え、もう。太陽の殻は何色でした？赤卵です。仲間がいなくなっちゃった。俺一人だ。2,3,4 体育館、祖母体育館、